この動画はトイレをしてからご覧ください。整体院ルーツケアの太田です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回なんですけれども、頻尿を解消するためのストレッチ方法についてあなたにお届けしていきたいと思います。なぜこの話をしようかと思ったかと言いますと、一つはですね、現在日本で1000万人以上の方が頻尿で悩まれていると言われております。当院に来られる患者さんもですね、腰痛、肩こり、膝の痛みがありながら頻尿もあって困ってるんですっていう方結構多くいらっしゃいます。そういった方々の体を見させていただいて、やはり頻尿の原因、こういったものをですね、しっかり取っていただくことによって頻尿が解消されるケースっていうのが多々あります。ですから、たくさん日本では頻尿で悩まれている方が多いという事実と、そしてそれがストレッチによって解消できる方法もありますので、ぜひ今日の動画を最後までご覧いただければと思います。そしてまずそもそも頻尿というのはどういったものかなんですけれども、日本排尿機能学会によりますと、1日に8回以上排尿されるケースっていうのは頻尿と定義されております。そしてその原因というものも様々あるんですけれども、一つは過活動膀胱と言われるものがあります。過活動膀胱というのは、尿が膀胱に溜まっていないにもかかわらず排尿が促されてしまって、尿意を感じてしまってトイレに何回も駆け込んでしまう状態のことを言います。2つ目は前立腺肥大、これも頻尿の原因になってきます。これはですね、前立腺というのは男性に多いんですけれども、前立腺が肥大してしまうことによって頻尿になってしまうケースというのも存在しております。3つ目は心因性の頻尿というものもあります。これはですね、ストレスだったりだとか不安によって引き起こされる頻尿です。特に機能的な問題、膀胱の問題とかそういうものがないにもかかわらず精神的ストレスになって起こってしまうものが心因性の頻尿ということになっております。そして4つ目が膀胱炎ですね。膀胱炎によって頻尿になってしまうケースもあります。そして5つ目が膀胱の硬さです。膀胱自体の伸縮性が失われてしまって固まってしまうと、膀胱が膨らみが悪くなって、それによって尿がそんなに溜まっていないにもかかわらず排尿をしなくてはいけないような状態のことを言います。今回お伝えするストレッチに関しては、過活動性膀胱、そして膀胱の硬さ、この2つに有効な手段となっているかなと思いますので、ぜひとも普段頻尿で悩まれている方は今日の動画を参考にして、そして日々ストレッチをしていただくことによって頻尿の改善に努めていただければと思います。そしてこの頻尿を解消するためのポイントなんですが、一つは腹膜です。腹膜が固まってしまうことによって膀胱に悪影響を及ぼしてしまいます。そして頻尿を引き起こす原因の2つ目が膀胱の硬さです。先ほどもお伝えさせていただいた通り、膀胱が固まってしまうとうまく膨らんでいかないんですね。ですからそれによって尿が少ししか溜まっていないにもかかわらず尿意を催してしまって、トイレに何度も何度も駆け込んでしまうというケースが存在しております。ですから今回は腹膜と膀胱の硬さを取るストレッチ方法についてあなたにお届けしていきたいと思います。はい、で詳しい説明なんですけれども、これ見ての通りですね、これ膀胱をですね、横から見てます。で膀胱どこにあるのかと言いますと、こちらですね、ここに膀胱があります。膀胱のですね、この上ですね、上に同じように膀胱にくっついてる組織、これがですね、腹膜です。腹膜の上側腹膜っていうものが存在してまして、その下側っていうんですかね、に膀胱が存在してます。ですからこの腹膜が固まってしまうと膀胱の膨らみを制限してしまいます。ですからこの腹膜を緩めていくことが非常に大事になってきます。ということで、これからストレッチ方法をお伝えしていきたいんですけれども、ストレッチをする前にまずお腹の膨らみ具合を確認しておきましょう。これストレッチをした後に比較していきたいので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではですね、お腹の膨らみ具合チェックしていきましょう。深呼吸をして確認していただきたいんですが、この深呼吸をするときにお腹に空気をためていただきたいです。お腹を膨らませます。そしてふーっと最後まで吐いていきます。この時のお腹の突っ張り具合、ぜひチェックしておいてください。はい、そしてもう一つなんですが、お腹を少しグーッと押してっていただきたいんですが、このへそよりももっと下ですね、下に行くとここに骨が出てきます。
これが恥骨という骨なんですが、その上から少しぐーっと圧迫してってみてください。この時のお腹の抵抗感ですね、お腹の張り具合、これをですね見ていってください。左側だったり真ん中あるいは右側、このお腹の張り具合をチェックしておいてください。はい、それではストレッチに入っていきたいと思います。このチャンネルでは辛い症状を自分で解決というのをテーマに、ストレッチ方法やストレッチグッズの紹介をさせていただいております。毎週水曜日と土曜日の21時に動画を配信しておりますので、あなたの症状の改善にお役立ていただけたらと思います。よかったらぜひチャンネル登録や高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。最新の動画をお届けするためにベルマークのチェックも忘れずにしておいてください。はい、それでは腹膜のストレッチからやっていきたいと思います。で、腹膜というのは先ほどもお伝えした通り、膀胱の上に存在していて、お腹のですね中にある膜になります。で、その周りをですね内臓があるような形になっておりまして、この腹膜が固まることによって膀胱の膨らみを制限してしまう可能性があります。ですから、まず腹膜を緩めていきたいんですけれども、腹膜というのは当然ですねこのお腹に存在しております。やり方としてはですね、手を重ね合わせます。そしてその状態でお腹に手を当てていただいて、そこをですねぐーっと奥に押していきます。この位置なんですけれども、ここに肋骨がありまして、肋骨の左下方ですね、下の方ですね、この辺を真ん中右、そしてその下真ん中左という形で計6箇所を緩めていきます。このまま手をぐーっと奥に入れていただいて、そのまま深呼吸していきます。横から見るとこんな形ですね。この状態で手をぐーっと奥まで入れていただいて深呼吸する形ですね。で、この時ですね、ぜひ座ってやっていただいた方が手がぐーっと奥に入りやすいと思いますので、この状態で手を入れて深呼吸していきましょう。はい、このようにですね1箇所5回深呼吸していきます。はい、こんな形で次は手を真ん中に移動させます。はい、これ当然ですね内臓の近くですね、この位置ですと十二指腸だったり胃の周りだったりですね、小腸の周りだったりしますので、少し違和感も感じる場合もあるかと思います。その時はですね無理せずですね、痛みのない範囲で、違和感のない範囲でやっていただければと思います。次、右側ですね、深呼吸していきます。はい、このようにですね腹膜を緩めていくんですが、どの組織、筋肉だったり腹膜もそうですし、内臓もそうですし、関節もそうなんですが、ある一定の圧を加えることによってその組織は緩んでいきます。ですから、これもある一定の圧をですね腹膜にかけていくようなイメージですね。で、ゆっくりと深呼吸をしていただくと。で、これをですねまた下の方もですね5回やっていただきます。次は真ん中ですね。はい、左側も同じように5回ほどやっていただければと思います。はい、そして第2ステップなんですが、次はお腹をマッサージしていきましょう。はい、これもですね先ほどと同じようにですね、手の位置を少しずつずらしながらですね、お腹の奥に手を入れていただいた状態で、このようにのの字を書くようにですねマッサージしていってください。腹膜というのはですね内臓を守る役割をしてて、内臓のすぐ横を通っているような形ですね。内臓を傷つけないために腹膜がクッションの役割であるわけなので、しっかりとそこをですね柔らかくするようなイメージでですねやっていただけるといいかなというふうに思います。先ほどもお伝えさせてもらった通り、痛みを出さないようにですね、痛みのない範囲で、痛気持ちいい範囲でやっていただけるといいかなというふうに思います。はい、でイメージとしてですね、この腹膜のストレッチは膀胱を緩めるための準備段階と思っていただければと思います。当然膀胱のすぐ近くに存在しておりますので、腹膜が固まると膀胱の膨らみも制限してしまいますので、しっかりまずこのストレッチをしてから次は膀胱を緩めていきたいと思います。はい、それでは次は膀胱のストレッチをやっていきたいと思います。膀胱の位置はこの位置になっています。で、膀胱の位置なんですが、この骨盤の中に存在してまして、
位置としてはですね、この中にあります。この中ですね、ここに存在してますね。ですからどのように手を入れていくかというと、ここにですね、恥骨結合という骨があります。おへそがだいたい腰椎の4番、ここにおへそがあって、その下に手を入れていくとコツンと当たる部分があると思います。ここの骨ですね、これが恥骨結節ですね。恥骨っていう骨になってまして、膀胱というのはその奥ですね、ズズズズッと入ったここにあります。ですからここに手を入れていただいて、ここを緩めていくような形になります。イメージしていただきたいのはこの骨ですね。この骨から中に入っていく、これをイメージしてください。はい、それではストレッチやっていくんですが、先ほどもお伝えした通り、ここの恥骨結合ですね、この位置をまず触っていただいてですね、この上ですね、上から斜め下の方にですね、手をこのように入れていきます。このように入れていただいたらですね、ぐーっと奥まで入れていきます。はい、そうするとですね、何かこう尿意を感じる場合があるかもしれないですね。こうすると膀胱にぐーっと圧がかかることによって、その周りの神経に圧が加わります。その神経が尿意を伝える役割があるんですけれども、そこが刺激を受けて少しこう尿意を感じてしまう場合もあるかもしれません。ですからそのようにですね、膀胱の周りには神経が存在してて、これ下腹神経と骨盤神経というものがありまして、この2つによって排尿が促されているんですが、膀胱の周りにはその神経がたくさんあります。このようにですね、膀胱の周り、膀胱これですね、膀胱がこれなんですが、この周りにはこういったような形で神経がたくさん存在しています。でこの神経があることによって脳みその方に尿意を伝えていくというわけです。なのでその神経の働きが悪くなっていると、膀胱がそんなに膨らんでもいないにもかかわらず、尿意が脳の方に伝わってしまって、それで排尿を促してしまうというのもあります。これが過活動膀胱と言われるものですね。なので、神経の状態を整えるためのストレッチでもあります。しっかりこの辺りの状態を良くしていきたいですね。やり方なんですけれども、この恥骨結節、恥骨結合のところですね、手を当てていただいて後方に入れていきます。この状態でまずはゆっくりとマッサージしていきます。これ軽くですね、これ膀胱を緩めるための準備体操だと思っていただければと思います。この時点で尿意を感じてしまう場合は少し圧を弱めてください。そんなに強い圧はいりませんので、軽くですね、揺するような形で膀胱周りをマッサージしていきます。これが第1ステップです。で、第2ステップなんですが、次は同じところに手をぐーっと奥まで入れていきます。横から見るとこんな形でぐーっと奥まで手を入れていきます。この状態であとは深呼吸するだけです。はい、ゆっくりと大きくですね、しっかりと膀胱の位置まで手をぐっと入れてください。この状態でしっかりとお腹を膨らませて最後まで吐き出すっていうのを、これを10回続けていただければと思います。疲れますね。はい、という形で手でやるとですね、腕も結構疲れます。で、結構汗もかいてくるかなと思うんですが、そういった時はですね、こういった棒ですね、こういうのも使っていただいてもいいかと思います。やり方は一緒で、これを恥骨結合のところに置いていただいて、こういう形ですね。で、ぐーっと入っていきます。これを使うとですね、テコの原理で先ほどよりも楽に膀胱を緩めることができるかなと思います。この状態で正しい呼吸ですね。これをやるときも必ずですね、痛みを伴わないようにですね、していただければと思います。同じように深呼吸を10回やっていただければ OK です。はい、いかがだったでしょうか。ストレッチはこれで終わりたいと思います。それではですね、先ほどと同じようにお腹の硬さをチェックしていきましょう。はい、お腹に手を当てていただいて深呼吸していきます。はい、少し手を入れていただいて、はい、先ほどよりもですね、このお腹の周りの動きが柔らかくなってるなと感じていただければ効果があるかなと思いますので、ぜひですね、このストレッチ続けていただけるといいかなというふうに思います。はい、それでは今回は頻尿を解消するための方法をお届けさせていただきました。ポイントは腹膜と膀胱です。
この2つをしっかり緩めていただくことによって、過活動膀胱だったりだとか膀胱の可動域を広げることによって頻尿の解消を促すことができるかなというふうに思います。ぜひですね、このストレッチを毎日続けていただいて頻尿の解消に努めていただけると嬉しいなというふうに思います。今日の内容を良かったなと思いましたら、チャンネル登録や高評価ボタンをいただけると嬉しいです。ぜひ質問や意見がありましたらコメント欄に記載していただけると嬉しいです。はい、次回の動画ではぎっくり腰の時の対処法についてあなたにお届けしていきたいと思います。はい、それでは次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。膀胱緩めて、腹膜緩めて、頻尿解消、レッツゴー。